明日は、楽しみにしていたオペラを聞きに、文化会館へ行く日。やっとの思いで取れたチケット。ちょうど、私で売り切れだったのだ。ほんと、楽しみ。チケットを机の上に置き、布団に入り、眠りについた。その日、夢を見た。自分の部屋なのだが、知らない男がいるのだ。私とゲームをしませんか？とその男は言った。なあに、ただのポーカーをして役が強い方が勝ちです。私に勝てば良いものをあげますよ。何、この人。と思ったけど私は、ポーカーをすることにした。スリーカード。フルハウス。私の勝ちだ。負けてしまいましたか。仕方ありませんね。約束通り良いものを差し上げましょう。と言って机の上のチケットを破り捨ててしまった。なんてことをするのよ。と言うと同時に目が覚めた。机の上を見ると本当にチケットが破り捨ててあった。はあもう、なんなのよ。翌日、ニュースでこんなものがあった。オペラのコンサートで照明が、客席に落ちる事故があったが、奇跡的に死者も怪我人も出なかった。